ジュニオールことレオベジュード・リンス・ダガマジュニオールは、ブラジル出身の元サッカー選手。ポジションは、DF1980 年代中盤頃からは、MF。FK のスペシャリストとしても知られた。もともとは、中盤の選手であったが、フラメン語、代表チームではジーコがいたことから、左サイドバックとしてプレーしていたトリノでの、ジュニオールキャリアの中で最も長くプレーしたフラメン語。 では、ジーコラと共に、数々のタイトルを獲得。コパリベルタドーレス1八十一では、決勝でブレロア破り優勝。同年トヨタカップでも先発出場し、リバプールを三のゼロと破り優勝を果たした。1八十四から八十五シーズンからに、トリノに移籍、六節のラツヨ戦で、セリエ A 初ゴールを挙げると、二十六試合で七ゴールを挙げ、 同シーズンは優勝を逃したものの、エラスベローナ FC に続く第二位の好成績に貢献、ファンやメディアからも称賛されるプレーで同シーズンのセリエ A 最優秀選手賞を受賞した。その後ペスカーラでもプレー。イタリアでは計5シーズンを過ごし、その後35歳の時にフルスフラメン語に復帰、1992年にはリーグ優勝を果たし、1993年に 現役を引退した。黄金のカルテットを擁した1982年ワールドカップスペイン大会のブラジル代表で左サイドバックとして出場した。サイドバックながら多くの時間を中盤より前のエリアでプレーし、二次リーグのアルゼンチン戦で1ゴールを決めるなど、攻守にブラジル代表のサイド攻撃を支えた。 1986年ワールドカップ、メキシコ大会ではジーコが怪我で控えに回ったことから、中盤でプレー。彼かやミューレルらにチャンスメイクをした。ワールドカップ以降は代表を遠ざかっていたが、1992年4月15日のフィンランド戦で約6年ぶりに代表に復帰、最後にブラジル代表としてプレーした1992年12月16日の、 ドイツ戦時は38歳であった。2006年にはチッタと共にスカウティング担当として g ーコ監督率いるワールドカップドイツ大会の日本代表スタッフに加わった。1990年には日本でサンバ歌手としてライブを行い、その模様はジュネアライブインジャパンとのタイトルで翌年に CD 化され発売されている。ありがとうございます。